はい、メイチャンネルです。おはようございます。今日はね、ハワイ2日目ということでですね、これからヒルトングランドバケーションクラブの説明会の方にね、参加してまいります。先ほどね、部屋の、電話が鳴りましてね、待ち合わせ1時半なんでよろしくということでね、電話かかってきました。じゃあこれからね、ロビーの方に降りて、待ち合わせ場所に行きたいと思います。じゃあね、行ってまいります。いやー、めちゃめちゃ高級感ありますね。やっぱりね、新しくできただけありますね。説明会場のね、グランドワイキキアの方に到着しました。景色が半端ないです。こんな感じ。いや、やっぱね、海に近いと全然違いますね。飲み物とかもね、自由に、取ることができます。こうハワイのね、ハワイコーヒーもありますね。はい、とりあえずね、マフィンとクッキーもらってきました。はい、ちょっとね、このまま待ちたいと思います。ああ、小田原です。小田原で、小田原ヒルトン小田原、はい、宿泊した時に、なんだ、なんかいいよいいよ、わかるよ。なんだっけ、東京ベイで説明決定、じゃあ小田原でやります。あ、小田原でちょうど泊まるんでっていう予定があったんで、じゃあそこでやりますかみたいな。はい。小田原何泊されたんですか？小田原は一泊です。で、その時になんかそこで小田原で、はい、2時間じゃないですか？2時間もあったから、まあ1時間あったら2時間。そう、小田原は誰と行ったんですか？パパは家族で、はい。あれ別の女って、まだ生まれてなかった。あ、そうか、確かに。そうか。で、今回ハワイに、ね、ハワイはどうですか？今回来られた印象は。じゃあもう最高ですね。今日は、成田から帰りは羽田です。あの、そしたら単車の話するんですけど、はい、お話聞いていただいて、こう金額とか条件を一通りお話させていただいたようなんですけども、どうですか、そのあたりは。ご協力的な金額にも、ちょっと物にもよるんですけど、やっぱ結構高い印象ありましたね。今はどこに泊まってらっしゃるの？ワイキキビーチです。ヒルトンワイキキ。じゃあ、あのタイムシェアが入っているのは初めて。あ、そうです、そうです。その部屋見に行きましょう。はい、部屋見ないとちょっとわからない。わかりました。その後もまたお話ししますし、はい、じゃあまず部屋見に行きましょう。はい、今ね、部屋を見て、またセールススペースの方に、ね、戻ってきました。しばしね、こういったね、DVD を見ていきます。ヒルトングランドバケーションズクラブの柔軟性のあるシステムによって、メンバーの方はまるでバケーションの達人だ。ちょっとお待ちでしょうか。あ、もう大体いい。はい、ちょっとこちらにワイスナンバーの方がちょっと待ってください。最初お部屋選んでいただくというね、シェラとこの前飛ばないということなんです。はい、あのシェラ、ここウィーベシェラ、はいはい、ロイヤルハワイアンショッピングセンター、うん、ここ免税品、ここ大きな四つ角のこの角にね、はい、中央、アメリカ国籍みたいな外国籍の方の場合にはね、ハワイでの契約時に購入額の 10% をクレッシャーカード、はい、うん、で、ご夫婦の場合、夫婦共同名義ってことの権利で、予算の権利をここで差し
書類はこれくらいありますよ、親を権利するみたいな、うん、ただ我々日本の営業の人たち、あれは彼ら全部送ってこないといけないんですよ。だからどうするかというか、我々は淡路市の不動産会社全部持ってますよね、うん、こちらでもさせていただく、そんな3時間の時間かかる、まあ、60分か80分かかるんですけど、逆に日本に戻られてからね、後日ですよ、インターン証明がどういうかね、戸籍出す話、100% 淡路市の法律に基づいてくださいね。で、残りの、まあ、父ちゃんとして書きますけど、180万、190万、そんな大金額を取り入れるわけなので、ね、それは日本に借りられる、ね。まあ、ローンでもいいですし、まあ、ローンはちょっと、ね、嫌だという方であれば、今日から90日、まあ、以内に取るんですよ。まあ、お考えは60万、60万、60万という感じでね、まあ、マイルとか、ポイントが貯める、プレッシャーが取るんですから、なるほど。それしです。で、この権利は、これから、5年、10年、15年、20年、25年、当然、正式な不動産の契約の譲渡相続もできるし、まあ、売却もできるので、その辺は家族で使えるのがいいのか。そういう前提でちょっとお話しして。そういうことですね。何かここまでのところでご質問、ご感想とかね。もう大体、もう一通り聞いたないです。基本的にはどうですか、話の前に進められるかどうか聞かないと分かんないので、ね。あ、もちろん。アウラニとかも知ってますみたいな話が出たんで、ああ、ね、うん、だから、そっちもちょっと検討したいなと思ってますので、はいはい、で、まあ、当然今回はそんな時間ないので、うん、9月もう一回来ます。そうなの、うん、そこは当然あれなんで、アウラニを予約して相当高かったですけど、アウラニさんは不動産契約では大丈夫、うん、あるから会員権です、うん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 、だからそこら辺もあって、まあ、それはね、ご検討していただきたいです、はい、まあ、お子さんがいるとね、当然ね、アウラニで会というか、こっち側がそのディズニー好きだから、うん、で、それもちょっと知らなかったんですけどね、その話が出てちょっといろいろ調べて、うんうん、そんなのもあるんだと。タイムシェアに対しての考え方はどうですか、はい、お部屋の大きさがないことだけど違う、まあ、いや、まあ、さっきの部屋はね、他の例えばね、クアラルンプールとかでスイート泊まってもあんな広い部屋なかったんで、全然やっぱりいいなと思いますけどね。これじゃあ一応どうしたらいいのかなそうなんですよね、そうなんですよね、ちっちゃい子さん、ただ一応2時間という会社測ってるんですよ、はい、コンピューター1時57 厳しいですね、厳しい、これ私は割れない、100ドルのギフトでいいの、そうそうなんです、だからそれで説明聞いてくれっていうことは、それじゃあね、2時間経たないとギフトは発行しないんです、うん、ですから別の人が来てこの2時間後に、あ、私も申し訳ますけどね、だいたい2時間、2時間にしたらね、1点で100ドルのギフトが出てきて、うん、ちゃんと説明受けて、それをタクシー券をね、私で行けるんで、ああ、そうなんですか、まあ、それは私渡せない、別の人と一緒に、はい、はい、だからちょっともうお時間は今すぐの検証で行かないと、ああ、もちろんもちろん、すいません、それは大丈夫ですか、はい、無理に行くつもりはないから、うん、一応それを前提に、まあ、3泊無料、そう、そうそうなんですよ、ね、あ、それなんか前その小田原で聞いたのが、はい、聞いたので、あ、3泊もらえて、はい、今回こちらに来たらその要は決まった商品が、やっぱり2時間必要です、はい、じゃあ一応資料だけ、ね、はい、渡させていただいて、まあ、あ、価格を渡せない、これは、ね、あ、もちろん年3回上がっていく、はい、はい、だからそのタイミングによってってことですね、社名とかとも全然構わない、はい、はい、その資料とさせていただいて、はい、まあ、時間が適当が来次第戻ってきて、はい、お渡しさせていただいて、ちょっと知らなくてお待ちになってくれた形で、それが大丈夫、あ、いいです、だから、まあ、正直その9月であっちとしてちょっと比較させていただいて、はい、そうだね、まあ、興味は当然あるんで、はい、はい、私はここにね、まあ、いろんなビデオ入ってるんで、はい、ハワイ島ちょっと入ってみようか、はい、ハワイと行きたい、あ、ほんと、あ、あ、ほんとにも、すいません、はい、その上、なるべく早く終わりに、あ、いえいえ、はい、ありがとうございます、
間が来るまでこのまま、過ごしたいと思います。またね、後ほど。ツールとしてはね、こういったお客様の声、This is Life、ヒルトングランドバケーションプロパティとかね、でなんでね、バケーションなのか、こういったね、計算機、ヒルトンなのかとかね、こういった、なぜ今日なのかとか、まあ、そういったクロージングのね、メニューになってますね。柔軟なポイント制とかね、こういったのをね、受けてね、説明を聞くような感じになってます。というわけでね、ヒルトングランドバケーションクラブの説明会受けてまいりました。結局ね、まあ、当然ですが、アウラニのね、会員なので、お断りさせていただいたんですけど、VIP プログラムといってね、こちらに画像を出しておきますけどね、まあ、小田原でもね、ご案内していただいたんですけど、まあ、7200バケーションポイント分をね、現金で買う。使えばね、使って、また行くときに説明会を受けるんですけど、そこで加入した場合にはね、その分戻ってきて、実際にバケーションメンバーになるというプログラムでございまして、これがね、一括の場合だと7200バケーションポイントが1695ドル、まあ、日本円で約18万6千円くらいですかね、で7泊分ね泊まれるすごいお部屋、ちょっとね今日動画撮れませんでしたけど、一般的なスイートよりね広い60平米クラスの 1LDK みたいなね、お部屋に、7泊泊まれると、まあ、1泊あたり2万8000円くらいでね、そんなすごいお部屋に泊まれるっていうことでしたので、今日はねそちらだけ契約してまいりました。で、その加入してからね、一応1年半以内にね、消化しないといけないということでございますので、まあ、もう来年ね、どっかまた、ハワイ島とね、オアフ島で使いたいなと思っております。で、今回ね、説明会受けたね、こちらのお礼の商品ということで、ビザのね、50ドルずつの、ギフト券を、2枚、だからまあ100ドル分のね、商品券を頂戴しました。いや本当に結局ね、やっぱり2時間強かかりましたけどね。まあ、お部屋はね、やっぱりね、非常にいいんですよね。ただね、うちの方には、前のね、こちらで開けときます。以前撮った動画でも説明した通りね、うちにはね、ディズニーのバケーションクラブの方が合ってたかなと思いまして、そちらの方に加入させていただきました。ただね、やっぱり営業はね、すごいんでね、そういったグランドポイントね、別にね、だから契約しなきゃいけないっていうことじゃなくて、結局ね、使わなくても契約しなくてもね、ぜひ使ってくださいということだったので、お言葉にね、甘えさせていただいて契約をさせていただきました。はい。じゃあね、今回の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった、参考になったという方、ぜひ高評価ボタンとね、コメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あとね、下、概要欄のね、ここにね、Twitter や Instagram の、URL 貼ってありますので、ぜひね、そちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。またね、こういった動画どんどんお届けしてまいりますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。